フランスディジョンの繁華街の一角にある、マイユのマスタード販売店。ディスプレイには、セラミック製のツボ入りマスタードを置いている。マイユ伝統のツボ入りディジョンマスタード19世紀、マイユが販売していたセラミック製のツボ入りマスタードマイユは、マスタード、ピクルス、石器、サラダドレッシング、台所用品、家庭用調理油を販売するフランスの企業、およびマスタードのブランド名である。 マイユは1723年にフランスマルセイユで起業した。今日、マイユは多国籍企業ユニリーバの傘下に入っている。マイユはディジョン、パリ、ロンドン、ニューヨークに専門のブティックを構えている。日本では SB 食品が販売を行っている。マイユはマルセイユでその歩みを始めた。ビネガー製造業者であったアントワール・マユは1723年に フランス南部でペストの大流行が起きた際、マイユ自身のブレンドによるビネガーを地元の人々向けに通りでポンプから直接販売した。これは防腐剤入りのビネガーを体に振りかけることで彼らを死から救ったと考えられている。1747年までにマイユの製品は遠方まで評判を呼び、パリのルーサン・タンドレ・デザールに自身初の店を開店した。この店では、 ビネガーとマスタードをポンプから直接販売していた。この後すぐにアントワーヌ・マイユの製品はヨーロッパ中の君主の興味を引き、1760年にはオーストリア大公国とハンガリー王国から専門ビネガー製造業者に任命された。1769年にはフランスのルイ15世の興味を引くこととなり、ビネガーとマスタードのルイ15世専門提供業者に 任命された。時をおかずして、1771年には、ロシアのエカチェリーナ2世から調味料の公式提供業者に任命された。1821年、マイユの息子であるアントワーヌ・クロードが家業を継ぎ、1845年、マイユはディジョンのルードラ・リベルテに新たなブティックを開店した。この店は消費者用の陶器製の壺へとマスタードを、 注食剤に使用する磁気性のポンプをはじめとして、マルセイユでマイユが使用していた道具を模したものを多く使用していた。1996年、マイユはパリのプラスドラマドレーヌにブティック2号店を開店した。このブティックは2015年現在でも販売を続けているが、1747年に開店した1号店は現存していない。 マイユのウェブサイトとオンラインショップが2007年に作成され、2013年にはロンドンのピカデリーサーカスにロンドン店を開店した。マイユは世界に5つのブティックを開店しており、その全てでマイユの伝統に則っ,ったポンプから壺に注ぐ形式でマスタードを販売している。マイユは1930年に実業家のフィリップ・ド・ロチルド男爵により買収された。 1952年にはグレープーポントの提携を余儀なくされた。この提携により、マイユの製品はフランス、デンマーク、イギリスを含むヨーロッパ10カ国のスーパーマーケットで販売が開始された。1930年、ジャンエル・ブーは、マイユがあると笑顔になるというスローガンを掲げ、1932年には市場での競合、 特にイギリスのマスタード製品であるサボラとの競合を勝ち抜くため、マイオラが開発、販売された。1936年、エルブーは夜間にパリのビルの屋根に明るい色で、マイユの文字を映し出すことにより、マイユブランドの定着と拡大を図った。この、マイユの文字は、映画、カーン、オンエン、エーパーで見ることができる。しかし、第二次世界大戦時には、 このような広告キャンペーンは控えた。1991年、マイユはヨーロッパのスーパーマーケットにてバルサミコを 50CL ボトルで販売を始めた。これは食生活が豊かになることで成長過程にあった調味料市場への需要に応えたものであった。パリのプラスドラ・マドレーヌにあるマイユのブティックは1996年に開店した。 これは1747年にパリのルーサンタンドレデザールにブティック1号店を開店して250周年になることを祝うものであった。1998年販売促進事業部長であるチャーリー・ステビングスは眉のテーマ音楽に合わせて木製ギフトボックスが登場するテレビ CM を作成した。同様の CM が1999年に眉の オリーブオイルの CM に採用された。マイユーは1997年にパディバーフェアーズストリエルへと売却され、その後2000年にユニリーバに買収された。ありがとうございます。